タイプオフィルムズブラジルワールドカップ大予想企画、ね、面白いです、ね、やっぱ4年に一度の祭典ですからね。できないから、ね、本当に好きだからね。本当好きだから命かけてるから、そこまでかけてる、ね、いや本当に大好きだよ。本当に大好き。俺詳しくないから黙ってる。詳しく詳しく、俺たちは本当に大好きだからサッカーが ね、うん、でも一応ゴリパもね好きで、やるのは好きだから、うん、詳しくなくても好き、プレイが好きだし、グループリーグのベスト16が決まったということで、ちょうど揃いましたね、うん、ってことでね、そこで大予想、そう、優勝国を大予想しようっていう3人、あくまでも予想で、予想だからね、うん、で、この予想が当たった人にはなんかね、何かしらのご褒美が多分待ち受けてるんだろう ね待ち受けてる、待ち受けてる。で、鼻外れた人はまあ何かしらの罰ゲームが待ち受けてるんだぜね。で、あのザキシュンがね、こういうのをねちょっと作ってもらいました。え、即席ですけど、即席ですけどね、トーナメント表、トーナメント表次だもんね。ベスト16のトーナメント表です。ブラジルとそうですね、でしょ、コロンビアは勝ち上がりが決まっちゃった、決まっちゃったんで、まあそこはね、あのもうチリとウルグアイには申し訳ないですけど、バーンっつってバーンってやってもう罰をつけさせてもらった、ね、使い合いだから4年に一度の真剣の勝負だからね、うん、仕方ないんだよ。ということで、じゃあちょっとみんなで大予想、大予想しましょう。じゃあ俺から、はい、俺がじゃあ予想していいですか、まあ、じゃあこっちの山、こっちの山の、まず決勝に行くチームをちょっと予想しますね。あ、そっからやってくの。え、だってそっからでしょ、普通に考えてな、うん、ガチだから考えてな、ガチだから顔がマジだ、普通に考えてな、今いいよ、泉か、それいいよ、それ別に好きと好き、自分の好き、もうもう全体のやつを見て、そうそう、ブラジルこれだなっていう、俺はこっちは山からちゃんと決めていくんだよ。ガチってんのかよ、ガチガチだよ、ガチだよ、ガチ。で、まあこっちの山、まあ勝ち上がったブラジル、コロンビアで、まだ試合やってるんですけど、フランス、ナイジェリア、ドイツ、アルジェリアってあるんですけども、まあこのブラジル対コロンビアはちょっとまあ分かんないんだよな、コロンビア、コロンビア、忘れてた、忘れてた、危ない危ない、ブラジルとコロンビア、コロンビア、なんですね、コロンビア強いからな、強い、今ちょっと調子いいんだよね、すっごく正直、けどやっぱり王国が、王国が決勝までいくか、まあブラジルやっぱね、勝つは勝つと思います正直。で、次フランス、ナイジェリア、ドイツ、アルジェリアなんですけども、まあこれは正直もうね決まったようなもんなんですよ。フランスとドイツが確実に勝ち上がりますね。まあすごく硬い、硬い、正直硬いよ。別にナイジェリアとアルジェリアは弱いって言ってたけど、タレント揃ってるけど、いい選手いるけど、やっぱりちょっと選手層が違いすぎる、あまりにも。確かにそれはもう仕方ない。で、フランスとドイツが、多分戦うと思うんですけども、今フランスすごい調子がいいんですけど、うん、やっぱりドイツ勝つと思います、うん、はい、で、まあドイツとブラジルこう当たると思うんですけども、俺の個人的な、希望なんですけど、ドイツが勝ってほしいんで、ドイツ決勝に行くでしょう。こっちの山はドイツ決勝に行くと思います、まあ、次こっち、オランダ、メキシコ、コスタリカ、ギリシャ、アルゼンチン、スイス、ベルギー、アメリカとあるんですけど、うん、まあオランダとメキシコはね、こっちの山の方が強豪揃ったね。うん、そうだね、こっちの方がまあ強豪揃ったっちゃ揃ったね。メキシコ正直強いっすよ、強い、強いんですけど、オランダ6ペン止めれますかってちょっと言われた時に6ペン止めれるんですかってなった時にちょっとやっぱきついんですね、メキシコのバックだと、うん、まああとファンペルシーでその 2人の、ね、2トップの脅威があるんで、うん、まあオランダ勝ち上がるでしょう、うん、まあコスタリカギリシャ正直どうでもいいです、うん、アルゼンチンまあね、そこはしかない、自分の好きだもん、それは。まあでもコスタリカに頑張ってほしい、やっぱこのまま躍進を遂げてほしいと思います、うん、まあアルゼンチン、スイス、スイスね、フランスにボッコボコされちゃったんで、まああの試合を見る限りだとやっぱアルゼンチン勝つかなというふうに思います。まあベルギー、アメリカ、これは本当わからない、正直ベルギー正直思ったよりかはあんまりちょっとうまくいってないかなっていう、うん、まあベスト16までは来ましたけども、アザールがなんかやってくるんじゃないか、まあ、まだこの大会なんか何もしないよ、今のところ実際まだね、正直試合見る感じだとそこまで、もっと活躍していい選手だ、もっと活躍していい選手本当に。で、まあベルギー勝つとして、まあオランダ、まあコスタリカ勝つんですけど、まあ、ここはもうね、ここの組み合わせも完全にもうオランダが決し、ベスト4までいきます。で、ここアルゼンチン、スイス、ベルギー、ここはまあアルゼンチンです、でまあオランダ、アルゼンチンでね、まあ俺の難しいよ、これめっちゃ難しいね、オランダとアルゼンチンか、まあ2大会連続の決勝進出となるか、オランダが、それとも久しぶりの決勝進出となるか、アルゼンチン、うんうん、まあアルゼンチンでしょうね。おー、やっぱメッシ様、やっぱり神様、仏様、メッシ様、いや俺あんまメッシ好きじゃないんですけど、うん、まあでも多分アルゼンチン食うと思います。で、ドイツとアルゼンチンで決勝戦が繰り広げられます。まあドイツでしょうね、俺はドイツがやっぱ優勝すると思います、まあ、攻守でもやっぱドラマチックな展開は、うん、まあもう全然全然関係ないですけど、うん、こっちの山ブラジル、こっちの山アルゼンチン、まあそれは南米対決、うん、南米対決のライバル国同士で決勝やるっていうのが一番世間的にも盛り上がると思うんですけど、まあブラジルは無理でしょうね、ドイツです、うん、優勝国ドイツ、じゃあタイプはドイツ、俺の完全なる考察でもドイツ、やっぱドイツはね選手層がすごいからね、控えも豪華、そう抜けがない、どこにも抜け目ないね、本当にない、穴っていう穴が見つからないごめん、素人だけどクローゼってとこどういうことどこってポジションでしょ、あ、国ドイツ、ドイツドイツだよね、うん、いいんだよ、分かんない、フォワード、フォワード、いやもう怖いな本当に、いやもう泉からこういう考察ないからもうすぐ終わるからパッと答えるから、はい、はい、どこ優勝するの、インディア、全然ブラジル、ブラジル、ブラジル、母国開催だからね、そうそうそう、やっぱ強いよね、そこは1500
い、まあそれはね、ホームだから全部の試合も、全試合ホームだよ、しかも気合、気合が違う気がするんだ。確かにね。次は僕がやっていただきます。山からね、まあこうなってて、自分もここにはもうコロンビアとブラジル勝ち上がってるんで、そうね、まあもうあれなんですけど、やっぱハメス・ロドリゲスがね、そうだね、ロドリゲスの活躍ぶりを見た感じだと、自分はここで、まあ、ネイマール対ロドリゲスみたいな、なるね、やっぱ左サイドでね、もうどう見てもそういう感じになっちゃうから、完全にそうだね、まあ、自分は希望も込めてここのコロンビアを、ね、コロンビアが多分ブラジルを破って、じゃあブラジル対コロンビアはもう、ブラジル対コロンビアはマジでコロンビアが勝って、コロンビア言うときはそれじゃないからじゃあもう言わない コロンビアで、こっちはフランス、ドイツ、アルジェリア、ナイジェリアなんだけど、自分はもうフランス昔から大好きで、そうだね、フランス本当に好きなんで、多分ここはもうフランスとドイツになると思うんですよ、ね、フランスやっぱ見るとね、そう活躍して、そう、あんまりちょっと微妙な成績だったからね、やっぱ頑張ってほしいんですよ、自分はやっぱりドイツ絶対アルジェリアに勝ったもんで、もう間違いなくほぼフランスドイツ当たるんですよ、こっちは自分の予想だと、ここでコロンビアとフランスで当たるというね、ここだってもうアルジェリアにはさ、俺の大好きな選手がいないんだよ、もういないんだよ、ジアニっていうね、カリム・ジアニがいないんだよね、最強の選手だったんだよ、ね、そう、何でもできちゃうからね、何でもできちゃうからね、最近だからシドースっつってボルスブルクね、元本当だよ、でまあそうで、ここでフランスドイツで当たって、自分はやっぱり難しいと思うんですけど、ここでフランスがドイツを破って一気に波に乗ると思うんですよ、でコロンビアとやると、でコロンビアとやるというね、ここフランスと、でフランスがドイツを倒した勢いそのままでコロンビアも倒して決勝行くっていうのが夢なんですよ、自分は、でこっちはまあこっちね、まあフランスの決勝、はい、いや希望はあるからね、希望はある、実際タレントは揃ってる、そうそうそう、こっちの山なんですけど、このオランダとメキシコは、まあオランダのやっぱり攻撃的陣がやっぱ魅力的なんで、ね、強いね、本当に若手もいっぱいいるんで、多分ここオランダ勝つんですよ、メキシコに、でコスタリカとギリシャは微妙なカードですけど、コスタリカがなんかやっぱり勢いそのままにね、グループリーグの無敗だから、あの死のグループ、うん、あの死のグループで無敗はやばいよ、そうでここでコスタリカ勝ちますね、で下はアルゼンチン、スイス、ベルギー、アメリカなんですけど、まあ実際やっぱメッシがやっぱ調子いいんで、ね、こっちまあスイスもいいね、シャキリというかね、いろいろいっぱいいい選手いるんですけど、ベラミとかね、はい、でもここはやっぱアルゼンチン勝って、でベルギー、アメリカは自分はアメリカ勝つと思いますね、組織力があるから強いね、はい、でここで上がオランダとコスタリカで、下がアルゼンチンとアメリカが当たって、で自分はオランダがコスタリカ破ってベスト4行くと、で下はアルゼンチンがアメリカに勝つというね、でアルゼンチン、オランダになるんですよ、もうね、で自分はそう、ここは一緒ですよ、こっちの山は一緒だね、対比と、でここはオランダが自分は勝つと思いますね、アルゼンチンは、で決勝フランスとオランダというね、いいヨーロッパ対決で、オランダ優勝すると思います、初優勝、やっぱフランス応援したいんですけど、やっぱ初がかかってるんで、ここで初めて、ね、そう、初めてオランダに優勝してもらって、新しい記録をね、オランダ本当勝ったらすごいよ、そう、実際バック陣すっごい若いからね、これで勝ったすごい、全体的にそう若いから、すごいね、だからオランダ初優勝して、でロッペも多分これ代表多分最後だから、ここで優勝してね、トロフィー掲げて、まあそう退けるという感じで、世代交代みたいな、ファンペリシももういい年、いい年なんで、はい、そんな感じです、自分はオランダです、自分はすごいな、オランダ、ドイツ、ブラジル、まあ絶対この3個の中でもいきそうだけどね、それ以外だったら面白い、逆にでも、まあやっぱ予想と希望は違う、そうなんだよ、でもやっぱドイツかな、俺予想も希望も、実際ドイツ硬そうだな、うん、やっぱり最近、ここ最近優勝してないチーム、ね、ワールドカップはでも絶対成績残すから、うん、毎大会、そうそうそう、しかもさ、ミュラー、クローゼっていうさ、なんか点取れるあれがいるし、うん、ちゃんといるからね、フィニッシャーが2人もいる、でもまあオランダは2大会連続決勝でね、あの優勝してほしい、オランダ前評判低かったけど、実際大会出てから、本大会始まってから調子いいからね、調子いいね、頑張ってほしい、最近優勝しない国全部そうだね、うん、そうだね、前がスペインで、うん、 そうだね、その前がスペインがまず消えたっていうのがすごい予想外だから、そうだね、ここで本当にそれ、このトーナメント中にスペインがいないのが不思議だよ、うん、ただもうスペインは完全に自分たちのサッカーができないで終わったっていう、ね、何もできなかった、本当に何もできなかった、うん、もう見てて歯がゆいだったし、なんかもうお前らやる気あんのかなってちょっと正直思っちゃったぐらいの試合をしてたね、ちょっと実際いけると思ってたんだろうね、多分、うん、ちょっと調子乗ってたんだね、あいつら、調子乗ってた、調子乗ってたチャンピオンだぜ、俺ら、ほんとそうだよね、結構あると思うよ、チャンピオンの多分モチベーションで、そこら辺はそうよ、そうなめてたよ、で、オランダに最初初戦でやられたのが一番痛かったね、あんなボコボコにね、ボコボコされたの、5対1、5対1、まあ、マジ、うん、まあそっからね、そっからガクッとしてチリにも負け、チリ強いからね、メンツが、でもほんとチリ負けたけど、頑張った、うん、頑張った、あのブラジルに PK までもつれ込んで、ほんとだよ、未来は明るい、ちなみに注目の選手とかいますか、一人挙げるとしたら、この人を見てくださいみたいな、この中で、この人の中で、はいはい、どこでもいいですよ、別に、いつも一人しかないでしょ、だって俺ネイマールしかない、でもいいんだよ、それはだってそれはもう、だって本大会のね、一番のスター、もう4点決めてるから、まあ俺は注目の選手
はい、本当にガチで言う見てほしいみたいな、ガチで見てほしい、皆さん見てください、普通にもう、はい、ミラーだね、おー、トーマスミラー自分も好きですよ、ドイツ前の南アフリカの時自分ユニフォーム買ったんで、そうだね、はい、特徴だからね、はい、ドイツ戦見るときはミラーに注目という、まあね、やっぱ脅威になってる、かなりやっぱ毎試合毎試合得点、まあ、正直動きもあれだもんね、うん、あの中盤でもできるからさ、うん、下がってもプレーできるし、流れるからサイドに流れてもプレーできるし、決定力がすごい、 それにしても、うん、どうせフランスから一人でしょ、いや自分はね、オランダのね左サイドバックのブリントがすごい今大会いいんじゃないかって、いいですね、まあ、もう初戦で2アシスト見事な、うん、将来有望、そうマジでオランダのバック陣、そう若いやつらがオランダはバック陣正直目が明るいんじゃないかなと思いますよ、うん、やっぱずっとねスタメン以来ね、そうだからあんま強いやつ出てこなかった、これからはどんどん出てくると思います、出てくると思います、ってことなんでね、ちょっとねガチですけど、ガチな久々になんかガチな真面目な真面目な動画だよこれ、いや実はそんなふざけたわけじゃないけどさ、特に真面目な、うん、ブラジル、コロンビア、フランス、アルジェリア、ドイツ、アルジェリア、うん、ナイジェリアだった、オランダ、メキシコ、コスタリカ、ギリシャ、全部頑張ってほしいですか、全部頑張ってほしい、全国頑張ってください、マジで、じゃあ最後にじゃあ優勝国だけ言う、はい、自分はオランダです、俺はドイツ、ブラジル、あ、じゃあみんなもコメントで、そうコメントでどこ優勝、どこが優勝するか予想してください、皆さん、まあ、知らなくてもいい、うん、あの全然サッカー興味ないよって、ここだと思うっていうさ、うん、ここだと思いますとか、ね、全然そんな適当に、ね、予想でとかで、まあ、知ってる人は知ってる人で、ガチに、ね、なんかガチでコメントしてください、そう俺はこうだからこう思うとか、そうお願いします、うん、本当に本当にそういうのいいね、やっぱ4年に1度しか出せないから、もう次出す時4年後だよ、いい、もう俺 YouTube やってるか分かんないもん、本当にまあ実際本当分かんない、4年だから、ね、4年後だ、そうだ、まあということなんで今日はじゃあブラジルワールドカップ特別企画、企画、いや面白かった、面白かったね、やっぱりサッカー大好きだから、そうだね、本当に大好き、今日の試合どこだっけ、今日はこっちの山ですね、オランダ、メキシコ、国際ギリシャ、今日もこれ見ます、僕も見ます、僕の優勝予想の、でもこの動画出てる時にはもうね、もしかしたらねここら辺まで決まってるかも、そうだここら辺まで決まってるかも、そう決まってるかも、いつ出すか分かんないから、そう、うん、多分ね来週、うん、今日撮ってるのが28日、そうだ、ね、6月28日、6月28日時点の予想だからね、ああそうだね、ここで多分ドイツが負けちゃったらもう俺終わりだから、その時点で、そうです俺なんか今日で決まるからね、オランダ、メキシコは、うん、オランダ負けたらもう終わりだから、終わりだからね、もう無敵だから、多分俺の顔映ってないかもしれない、こうなってるかもしれない、もう予想がね、もう全部カットされてるから、カットされてる、多分、うん、あんな編集すんのね、あんな先だから、熱弁してんのに、あんな、じゃあこんな感じで大予想企画でした、はい、ありがとうございました、今日は真面目な動画、バイバイ、コロンビア。